ロシアへの経済制裁の余波が海外にも広がっています。東南アジアのタイではロシア通貨の両替を拒否する店も出てきています。ロシア人も多く滞在しているタイの観光地パタヤ、一部の両替所ではロシアの通貨ルーブルが両替できない状況になっています。ことか could you exchange this ruble? I'm not to exchange baht. ダメみたいですね。やっぱりルーブル札をバーツに変えることはちょっと今できないということなんです。ถ้ารับมาก็คือขายออกไม่ได้มันเหมือนมีสงครามอะไรกันที่ของรัสเซียค่ะタイの観光地パタヤではロシアの通貨ルーブルの相場の乱高下を受けてルーブルの両替の受付を取りやめる店舗が出てきています。パタヤをはじめとしたタイのリゾート地には長期滞在しているロシア人の観光客も多く、タイ当局によりますとロシアに戻る直行便の運航停止の影響で数千人が国内に足止めされているということです。アメリカの大手クレジットカード会社がロシアでの業務を停止したことからカードの利用ができなくなり、現地に滞在するロシア人がホテルの費用などを支払えなくなるケースも出てきています。タイ当局は通訳を手配してコールセンターを設置するなど対応に当たっています。